はいこんにちはレトスノーノです今回なんですけれども差外行為取消請求と消滅事項の関係についてえ解説させていただきますでどういった内容かというと差外行為の受益者は債権者から差外行為取消権を行使されている場合当該債権者の有する非保全債権について消滅事項を援用できるこの文章正しいんですけれども これがどういいったことを意味しているのかこの点を今回具体例使いながら理解していただければなと思いますでまず「差害行為取消権」って書いてありますので、まあ、具体例を入れてですね解説していこうと思うんですけれどもまず債権、まあ、者がいますでこの債権者は債務者に対して、まあ、お金を貸しました、まあ、例えば1000万円でもいいです100万円でもいいですとりあえずお金貸しました で債務者、えー、期限になっても債権者に対してお金返しません。一応財産土土地地はは持ってるんんんですね土地だけしかかありませんお金とともうほとんどない状況ですなので、まあ、債務者としてはこの土地で返済する代価弁済ていう方法があるんですけれども、まあ、それをせずにですね、えー、この債務者唯一の財産である土地をこの人に贈与しちゃいましたとつまり無料でプレゼントしちゃいました。 で結果としてこの債務者無視力になっちゃったつまりえ財産が全くない状況になっちゃったとでそうなってくるとこの債権者お金を貸したはいいけれども返ってこないしかも唯一の財産であるこれを無料でプレゼントしたどうなってんだとこれおかしいでしょうということでこの贈与を取り消そうと思ったんですねで内容的には 債権者から差害行為取消権を行使されている場合と書いてあるので、取消請求はできるっていうことなんですよ。この贈与について取消請求はできるっていう話なんですね。もう前提として取消請求はできるんです。なので、受益者っていうのは悪意なんですね。これ何について悪意かというと、この贈与について、 この債権者の利益を害する。つまり、この贈与が差害行為であるということを、この受益者が知っていた。というのがもう前提となります。この差害行為によって利益を受けている人がまあ受益者です。のでこの人は受益者ですね。で、この人は悪意っていうのが前提です。悪意だからこそ、債権者はこの贈与契約を取り消すことができる。取り消し請求を行使することができるという状況です。で、ここで、 当該債権者の有する非保全債権についてって書いててありますす当該債債権権者の有る保全っどの債権かっていうとこの貸金債権です債権者が有する債権っていうのはこれしかないですよねこれが非保全債権と呼ばれるものですまあ非保全債権っていうのは守りたい債権といったイメージです債権者はこの貸金債権守りたいわけですよ守りたいっていうのは この貸金債権使ってお金を返してもらいたいといったイメージですでも今回贈与されたことによよってて返済してもらえないわけですよねつまり守ることができない状況って話ですでこの貸金債権が非保全債権と呼ばれるんですけれどもこれが消滅事項にかかるっていう話なんですね債権者の有する非保全債権について「消滅事項を援用できる」って書いてあるじゃないですか なので、これが時効によって消滅するって話なんですけれども、これ主語誰かっていうと、一番最初、差害行為の受益者です。受益者が、この債権、もう時効によって消滅しているでしょ。だから、この債権消滅させてくださいって、援用できる。遠用っていうのは主張するっていう意味なんで、これはもうなくなってますよね。 ももう期間ずっと前のもんじゃないですかだからこの債権消滅してますよねって主張することができるっていう話です、まあ、結論これ正しいんですけれども消滅事項を援用できる人の中に差外行為取消請求におけるこの受益者って含まれるんですよでこれなぜかというとこの消滅事項を援用することによってこの受益者って直接利益があるわけですよね 直接利益を受ける人なんですよどういうことかっていうとこの債権なくなってしまえば債権者はこの取消請求できないわけですよね取消権を行使することができませんということはこの贈与契約は有効だからこの純益者っていうのはこの土地無料でもらうことができるわけじゃないですかつまりこの債権がなくなることによって直接利益を受けることができるわけですよね だからこの受益者は非保全債権について消滅事故を用することとがでできるという話です、まあ、この内容非常に重要な内容なんですけれども単に言葉だけ覚えようとしても内容を理解していなかったら本試験で全く使えないんですよねなので今回説明したこの具体例また今回分かりづらい言葉っていうものをできるだけ分かりやすく言い換えましたんでそのまま頭に入れていただければと思います そしてて弊社レトスは個別指導を行っております。今回のように分かりづらい内容をできるだけ詳しく解説しておりますのでもし卓剣試験合格したいというのであればぜひ個別指導をご検討いただければと思います個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでぜひご確認いただければと思います卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう